日本人の覚醒が世界を変える古神道新館アメツチ・イヤサ塾塾長のゴウコン・マルヒコの本タウのお話のお時間です今日は神とは何かということについてお話をしたいと思います神様って何なのかということをね本当にちゃんと解説すると かなりの長い時間を費やしますでも今日はね YouTube を見ていてくださる方に簡単に神のね概念について整理をしてお話をしようと思います。宗教の中でね神様というとまあキリスト教をはじめとしてユダヤ教それからヒンドゥー教やね イスラム教や、えー、などが有名ですヒンドゥー教は、えー、日本の神道に近いのでこれは違いますけれども、えー、キリスト教ユダヤ教等、えー、はですね一神教なんですね神は真実は、えー、まあ一人というかね一、えー、つの存在しかないというのが一神教です。対してヒンドゥー教や 日本の神道は多神教ですね私は古神道の神官ですから神とねコンタクトを取ったりもしますし実際に神のことをかなり研究してきました私の解釈で言うと神の本質というのは一つではないんですねいくつもの神様がいる まあ、日本でいうと「八百万の神様」ということなんですがこの「八百万の神様を」を、えー、分類するとですね「天の神」「地の神」そして「人の神」がいるんですね。3つの分類の神に分かれるというふうに私は解釈をしています。そういうういことで言うとで 神道的に言うとですね。天の神の代表格は雨の港主と言います、えー。造形三神ということで言うと、雨の港主高みむす日神むす日という神がいます。そして地の神地の神は地球の神という意味,意味でもあるんだね。 神道的に言うと代表格は国と国たちの神と言いますそして人の神というものもいるんだね例えば人の神で言うと神道で言うと応神天皇神宮皇后そして菅原道真であるとか、えー、という神様が有名です さらにこの人の神の中には実は自分も入ってるんだよね自分の中に神の存在があるということなんですこのね話に関してはまあざっと見て、えー、聞いてねあなるほどと思った人も大勢いると思います さらにこの話神とは何なのかということのこの概念を、えー、もっともっと掘り下げていくともっと本質的なことがいっぱい含まれてるんですねこのことについては私が「雨土八坂塾」という私の学校の中で詳しく解説をしています興味のある人はね「雨土八坂塾に」に、えー、入塾されるとよろしいかと思います入塾する時にはね えー、通信制というものもありますしリアルな、えー、私の授業を受けるということもありますこの、えー、アメスシ八坂塾の、えー、生徒の募集は、えー、何段階に分かれていて現在は14期の生徒を募集しています14期の生徒さんはまずは通信制として、えー、今月中にお入りいただければと思います 4月は、えー新,入えー、新入生の、ねえー、時期になりますので、えー、私がこの「アメツチ八坂塾」通信は、えー、PDF でのオリジナルテキストそして私の動画月に1回の2時間のズーム講義があります。 興味を持った方は是非、えー、概要欄に貼っときますので事務局まで問い合わせをいただければと思います。今日の話も面白かったと思う方は高評価ボタンそしてチャンネル登録をまだしてない人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします